鴻巣市長の原口和久です。市民の皆さんには4月7日に新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言が発令されて以来、感染予防にご協力いただき誠にありがとうございます。埼玉県内では日々新たな感染者が報告され、鴻巣市内でも4月24日現在で10名の方の感染が確認されています。感染拡大を防ぐためには私たちのなお一層の努力と工夫が必要です。特にゴールデンウィーク期間中は感染拡大を防ぐための正念場となります。今が極めて重要な時期ですので、皆さんには帰省や旅行等の外出を控えていただくよう切にお願いいたします。市民の皆さんにはこれまで以上に不要不急の外出を自粛いただくとともに、密閉、密集、密接を避け、手洗い、うがい、換気をするなどの感染予防も徹底してください。皆さん自身はもちろんのこと、皆さんの家族や仲間など大切な人たちのかけがえのない命を守るため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。